きなダンスの芝居だよ。芝居会社の近くにあるそうだ。あ、鳥取って店が鳥取って言ってんの。昆虫館だろうね。私が昆虫
なわけね。来ましたね。この先左からの。なんか高速道路降りて初めてなんか来たって感じだよね。上陸って感じですね。高速道路。いやー来ましたよ。速度は70キロです。そうだね、鳥取からしましたね。まあ、あの実際鳥取と島根、どっちも横に長いからね、突破しようと思ったら結構距離あるけど、あとその境目あたりにインターがあったんでしょ。さあ、島根の皆さん、どうもこんにちは。出雲大社行きたい行きたいって言ってたよね。まあ出雲大社に行きたいっていうよりは、要はね、島ではあんまりこう来らんないから、本当にね来らんないから、来る機会もなかなかこう得られないから。その先、料金所です。
明日鳥取砂丘とか見ないで島根巡りもいいのかもしれないよね。でもその方がいいかもしれないね。無理やり。まもなく料金所、この先合流車両に行きたい気もするけどね。ただ帰りを考えるとね、厳しい。ほらめったに来らんないからさ、短くね時間言おうと思っても結局長くなっちゃうし、島で何気に見るところいっぱいあるよ。まもなく右方向、悩みどこだよねこれね。でも今までの経験上、遠く結構離れたところに行こうと思った時はどっかにやっぱ絞った方がいい思いしてるよね。うん、まあ欲張ると、例えばほら青森行く時なんかも青森見て岩手見て宮城見てって言うとあんまいい思いしないよね。島根に絞ってみます。でもし余裕があるんだったら行ってみようかぐらいで、その方が。そうなると本当にあのゲゲゲの、あなたがほら鬼太郎のやつ見たいって言うからそこ悩んじゃうのよ。鬼太郎は鳥取だよね。鳥取だよ。でもいいよ鬼太郎は。ガスの友達は書いてあった。あ、書いてあった。あ、じゃあ旦那さんに言っちゃっていいの。いいよ。こんにちは。茨城県から来ましたよ。つくばってどこだなんてナンバー見て言わないでね。
違うと思うんだけど、ね、橋渡った先だと思うんですよ。あれ、しかも間違えちゃった。あ、でも繋がってるよね。いつも通りだから島根、ね、でもいつも通りです。先走ってます。まもなく右方向で、その先左方向でさらに空気が続きます。右方向です。今度は反応が遅れる。左方向です。まもなく左方向です。そこだと思うんだよね、俺ね。こっちだよ。大丈夫、いいよ、もういつものことながら。いつものことだから困るんだよ。大丈夫じゃねえんだよ、それは。大丈夫とか言って、大丈夫じゃねえよ。勘弁してくれよ。特に山道に入ってからそういうミスは結構痛いからね。それは、うん、そうね。あ、じゃああっちから入りゃいいやってわけにいかないですから。勘弁してほしい。じゃあ運転してよって、運転するところは地図見れないってなったんですね。島根県にあれでしょ、あの世とこの世の境目があるんでしょ。え、そういう場所が、そういうのじゃなくて、なんか森の中にあるんだけど、あの人この世の世界が、そうそうそう、そうなの。で、そこのあれなんだって、さっき言ったほら、オロチ大地の下、オロチかい、じゃあオロチほら大地してあるじゃん、ヤマトの、ヤマトのオロチ、そうそうそう、多分その、お、その、うん、それとはなんか関係のある、うん、なんつうの、この神話っつうの、そういうのも残ってる地なんだってさ。じゃあ下手すると我々は今からあの世に行ってしまう可能性があるってことですか。そこそれを暗示して、怖い感じじゃなくて、なんか厳かっていうか、そういう感じだって言ってたよ、いた人。厳かって意味が、なんか怖いよりはだから神社とかそういうあれでしょ、荘厳な感じってらしいよ。でも乗り換えていいんじゃない。秋ですけど、サバン、サバン、オールスターズ。これ引っかかってんだろ。
適当に言ってくれると、あの女の少なイザナギ、イザナギの御事。でも有名な神様って言うとそういうところだよね。山田だけるダメ出しです。そういう可能性もあるからね。もうめんどくさいからいいやと思ってさ。じゃあそれ水曜日危ないよ。危ない曜日なんですよね。水曜、火曜水曜あたりだね。合算富田町月見の宴って書いてあるからな。19日。ないもんね、ないことはねえよ。けど調べれば佐竹義重とかね、うん、鬼義重と恐れられた武将が茨城にいますから、どっちかというとあれ少しかない、ね、あ、そうなので茨城の殿様って言ったら勇気じゃん。あでも勇気の殿様ってあんまりなんかあれ明野だっけ、なんか言うとあんまりほら頭良くなかったってなんか言ったじゃん。勇気、まあ信長の野望で勇気から始めると、うん、まあ全世界もまず無理です、あっという間にあの北は上杉、南は北条、攻め滅ぼされちゃう感じですね。まあ、言ったらどっちかっていうと真壁、GPS を受信できません。
真壁は真壁市ってあの豪族がいたわけなんですけど、うん、あれが道の駅だよ。道の駅どこだ。看板が一部あるかな。まもなく左方向です。なんとか映るもんね。いくら、まあ、道具が時間使ってられる。左方向です。道の駅広瀬に着きましたね、うん。飯食えれば、営業してれば飯食って、ね、してるかな。なんか車で向こうもあるよ。え、車で向こうもあるよ。あっち向こうって、いやだから向こうだよ、やってるかどうかパッと見られるのよ。ああ、やってなければそっちの見て、あれか、そっちの見、あの、なんで、いや、わかんないけど、やっていいんじゃない、登り出てるよ、一応。いや、やってそうかな。いや、わかんないよ、見ないと、ちゃんと。いや、何見えるの、やってなかった、見てる。あ、だからそっちじゃなくて、ガッサン富田城は寄んないの。いや、だからダムが先。あ、そっか。でも来たなら寄っちゃって、ガッサン富田城っていうか、そのほら、美術館じゃねえや、資料館が、うん、スタンプをする場所だから、そっか、ここじゃねえか。そうだ、資料、あれ閉まってるけど、スタンプ押せる、目の前にあるんじゃねえかよ。なんかそこ資料館って書いてあるね。一回、あ、安木市市立歴史資料館、ここだね。うん、ここだよ。ここじゃねえかよ。あっち、やってないかな、これ。